皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。中学社会3問クイズ第2回目、今回は地理の問題です。温帯の3つの気候を答えましょうと。1番、一年中偏西風と暖流の北大西洋海流の影響を受けて比較的温暖な気候。さあ、この気候は何という気候でしょうか。2番、大陸の東側で季節風の影響を受け夏高温で蒸し暑くて冬は低温となる気候。北海道と沖縄を除く日本、この気候です。3番、夏高温で雨が少なく冬に雨が見られるが寒さは厳しくない気候。冬に雨が降りますけれど雨の量はそれほど多くないです。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。考えた後でもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。では正解を確認します。偏西風と暖流の北大西洋海流の影響を受けている気候、これは西岸海洋性気候です。2番、これ大陸の東側で季節風の影響を受けていて夏蒸し暑くて冬は低温になる、これ日本そうですよね。これは温暖湿潤気候と言います。この温暖湿潤気候は、四季の移り変わり、これがはっきりとしています。3番、夏高温で雨が少なくて冬に雨が降るんだけれど温暖と、この気候は地中海性気候です。この地中海性気候って地中海という名前がついているのでこの地中海の沿岸だけと思っている人いるんですけれど違います。南北アメリカ大陸とかオーストラリア大陸にもこの地中海性気候の地域はあります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。